はい、こんにちは。まーやチャンネル前原です。マインクラフト PC 版久しぶりにやっていきたいなと思います。はい。はい、実はですね、ちょっとライブ配信とかでも行ったことあるんだけど、撮ったんだよね、この前ね。うん。なんだけど、ちょっと私のミスでデータを消してしまうというですね、ことをやってしまいまして。うん。で、その間にですね、結構とんでもないものを見つけたので、まずはそっちのおさらいというか、そっからやっていきたいなと思います。はい。まずはこっち、ネザーゲートでですね、ネザーの方へ行きます。うん、はい。で、エイシン君はですね、その見つけたとんでもないところにいるので、今から向かいますね。うん、はい。で、これ、今まであっち側とか、いろんな方向行ってたんだけど、うん、今度こっち側で、横に掘り進めました。おう。で、こっちの先、今ちょっとレールは引いてあるんだけど、うん、全部全部レールが通ってないんで、とりあえず走っていきますね。はい。はい、そしてですね、ここにゲートも置きました。ここを出ると、はい、あれ夜じゃない？夜じゃないかな。あ、これ砂漠のど真ん中に出たんですよね。うん、はい、今、あ、下が見えてたのか。これ砂漠のど真ん中に出たんですよ。うん、で、最初なんじゃろなって、まあ普通のとこだなと思って歩いてたら、そこにですね、ピラミッドを発見しちゃったんだよね。なんだけど、これ探検したのよ。したんだけどですね、やってしまいましてですね。そうだよね。パパは知ってたんだけど、エイシン君知らなくて、なんとですね、落ちてしまいまして、爆破してしまいました。うん、残念なことにですね、なんでお宝ゲットならずですね、うんうん。だったんだけど、これがですね、それだけに終わらず、ちょっと行ったらですね、なんと町じゃない、村発見しちゃってですね。そうだね。そう。今もう囲っております。今ちょっと急いで帰りますね。うん、結構ね、湧くんだよね、この砂漠がね。はい。エシ君もう寝てるかな？まだだよ。まだ？じゃあ寝ましょう。はい。はい、町来ました。じゃあ先にちょっと寝ましょう。うん。いる？いたいたいた。はい。じゃあ寝ます。あれ？あれ？ごめん、僕のベッド。今、色作っちゃったから。なんだそりゃ、ね。びっくりした。はい、じゃあ休み。黄色のベッド。びっくりした。はい、ということでですね、この砂漠の村、発見しちゃったんだよね。うん、で結構この村が大きくて、まあいろいろやってはいるんだけど、うん、ちょっとパパ、これ収録外なんだけど、前回見つけたのはここまでで、で収録外でここまでやっちゃいました。お店だ。そう、お店。で、左側の人がですね、道具鍛冶屋。これ、石炭とかでエメラルド変えてくれるんだけど、うん、こう右に回すとね、うん、鉄のシャベルでシルクタッチついてるものを変えてくれるのよ。おで、さらに右に回していくと、鉄のツルハシとかもあるんだけど、うん、これ、ダイヤのツルハシ。エメラルド15個で交換してくれるんだって。ひぇー。すごいよね、うん。で、この真ん中の人はお肉屋さん。うん、これは何、何鶏肉とか、豚肉か、をエメラルドに変えてくれる。で、右側は司書さん。あ、製塚か。製塚さんだね。うん、この辺は紙っていろいろ変えてくれるやつだね、うん、はい、そんなわけでですね、これ一人がすごいね。すごいよね、この人ね。ダイヤのツルハシのエンチャントなんて。そう、これね、どんどんやっていきたいのよ。ダイヤのツルハシこれ交換しちゃうよ。え、すごい。今ね、こうチェストにエメラルド結構入ってると思うんだけど、26あるの。ちょっと待って、それ僕に交換させて。あ、ごめん、ちょっと待って。じゃあ今入れるね。29個になった。パパが持ってきたから、村から。本当だ、いい。うわ、りゃ、じゃあ交換しちゃうよ。交換しちゃって。あ、一人が攻撃してると見れないんだ。そう。ゲットした。せーの、ほい。あ、今なんかあった。うん、ゲットした。ゲットした。うん、持ってみてよ。おお、ダイヤのツルハシだ。すごい。エンチャントしかも、これ。エンチャント。そっか。あ、パワーアップした。え？パワーアップして。あ、本当だ。増えた？あ、増えてはいないか。防具、あ、この人防具鍛冶屋さんだ。
え、防具鍛冶屋？防具鍛冶屋さん、あ、防具鍛冶屋さんレベルアップした。あ、ちょっと防具鍛冶屋、あ、この人防具鍛冶屋、ちょっと防具鍛冶屋ちょっと閉じ込めようちょっと防具鍛冶屋閉じ込める、うん、石あるね、あるね。さっきなんかネザーゲートっぽい音がしたんだけどさ。あ、ネザーゲートもあります。え、作ったの？用意してあります。もうすぐ帰れるようにさ。あー、うん、ちょっと一回行ってみていい？そこに。ちょっと待ってくれる？この方だよね。あ、そこだ。これは防具鍛冶屋さん。ちょっとごめんね、防具鍛冶屋さん。近くに帰ってこえなかったもんね。あ、じゃあした。ということで、防具。おー、閉じ込めた。閉じ込めた。オッケーオッケー。ポン。置いといたよ、これ。ん？この、なんかカツってやるやつ。看板だっけ。ああ、ありがとう、ありがとう。僕3個持ったから、なぜか。OK、これでいいでしょう。残念ながら、この村でもですね、この森林探検の地図見ても、前と全く一緒だね。へぇこれがすごい残念。なんかね、もうちょっといけるのかなと思いきや、全然ダメだね。思ったレベルアップした。何をあげてんの？パン？だ、エメラルドなんだけど。エメラルドあげちゃうの？うん、エメラルドがパンプキンパイになるとか。え、もったいないからやめて、エメラルドあげるの。わかった、じゃあもう次やめます。エメラルドはやめようよ。あ、でも12個もあるんだから。いや、あるけどさ、これだって必死に交易で稼いだやつなのに。あ、そうなの？そうだよ。あ、これね。うん。すごい店ができたね。うん。素晴らしい。一応これ後で看板作るか。ああ。ね、まあいや、で今回はですね、それじゃなくて、じゃあうち何回かさ、いろんな方向行ったじゃん、ネザーで。うん、だけどどうやらネザーの位置が、スポーンした位置が低すぎて。低すぎた。そう、岩盤見えたりしたじゃない。あ、確かにね。うん、だから今回はちょっと山の上にネザーゲート作ろうかなと思って。なるほど、うん、山の上。山の上なんで、山の上行きましょう、ちょっと。はい、オッケー、じゃあ行こうか。はい、こっちから出ましょう。はい、ここにね、扉があって、ここから一応ネザーに帰れるようになってますんで、行きます。あ、行かない行かない行かない、ウエちゃん行かない行かない、うん、行かない。やるのはこっち、山の上に新しいネザーゲート作りたいの。うん、ここに今ちょっと作ろうと思いますんで。あ、あれ持ってくの忘れちゃったじゃん。あ、火打ち石？そう、一応これでできたらできたけど、うん、ないっしょ、できないっしょ。うん、ないんだよね。じゃあ取り替えないといけないわ。じゃあちょっと取り替えてくる。はい、ロゴがいっぱいある。あ、あったあった、火打ち石の引き金あった。戻るよ、大丈夫かな。オッケー、来たよ。来てきた。はい、じゃあつけるよ、うん、せーの、ほい。さあ、どうかな。どこに行くでしょうか。上の方に出てほしい、うん、どこ。同じとこじゃん。マジ近すぎるのか。あー、そういうこと。残念、じゃあ戻ろうか。もっと離れなきゃいけないのね。そして砂漠のど真ん中に戻るという最悪のパターンだから、これ。本当だ。はい、ということで今回はマインクラフトの PC 版久しぶりにやってみました。はい、こっちの第二の村の方がいろいろと攻撃がね、良さそうで期待できそうだよね。うん。うん、ただちょっとネザーゲートをもうちょっと考えなさないとダメだね。あそこの山の上では近いんだな。うん。もっと遠いのかと思ってたけど。パパ、ハードコアモードの方でそのネザー要塞見つけたんで、なんかこっちの方でもネザー要塞見つけたいのよ。そうだね、うん、確かに。そう、なんでなんとかね、ネザー、溶岩がいっぱいあるところに出たいっていう望みを捨てらんないです、うん、はい、ということで、今日はこの辺りにしたいと思います、はい、今日のマーティ君ご覧ください。うん、今日のマーティ君美味しいですか。今日も美味しいですか。食べた食べた。はい、じゃあごちそうさまね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、いいねボタンとグッドライクお願いします。
そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。ハイマーティックもバイバーイ。